教育長の話です。セスナードライバーの皆様聞いてください。レインタイヤ、ニュータイヤの方もいらっしゃいます。1周目は流します。2周目で、隊列が整えるよう協力してください。2周目で、スタートできるよう、協力してください。お願いいたします。1周目は流します。APG カップ第4戦もいよいよ最終レースとなります。ヤマハ SS のこれから決勝戦です。さあ、それではドライバーご紹介してまいります。まずポールポジションですが、ゼッケン24番木下愛斗選手です。ヤマハ SS クラスはゼッケン24番の木下愛斗選手がポールポジションです。先ほどよりも若干雨の状況良くなってきましたね。木下愛斗選手は現在シリーズランキングは第6位になっています。さあ、続く2番手のグリッドです。2番手のグリッドからはゼッケン29番の高橋武則選手がスタートとなります。ゼッケン29番の高橋武則選手、今シーズンは現在シリーズランキングは第5位になっています。まあ、とにかくまだまだこの辺は、トップでも62ポイント、その後61、56、49とかなりの接戦なんですが、今回のこの結果でどのぐらいこうランキングが変わっていくのか、こちらも楽しみです。3番手のグリッドはゼッケン2番です。ツインターボ清水隼人選手が3番手のグリッドからのスタートです。この清水隼人選手が62ポイント今獲得していまして、現在ランキングトップに立っています。シリーズランキングトップの清水隼人、3番手のグリッドからのスタートです。続く4番手です。ゼッケン7番武蔵野カートクラブ細田希龍選手がスタートです。61ポイントわずか1ポイント差でランキング第2位の細田希龍。さあ、4番手のグリッドからこの、悪コンディションの中どんな結果出してくるでしょう。5番手からはゼッケン22番の土下博明選手、6番手25番の城出壮太選手、7番手34番宮沢選手、8番手のグリッドはゼッケン6番高野選手、9番手から38番の武者俊人選手、10番手23番下村渉選手、11位31番源平伊吹選手、12番手15番菅玉木選手、13番手はゼッケン70番羽生戸崎選手、14番手のグリッドはゼッケン9番清水翔吾選手、15番手30番青柳隆明選手、16番手13番浅香樹人選手、17位37番の平川真子選手、18位28番増子匠選手、19番手ゼッケン10番加藤優太選手、20番手35番三島雄大選手、そして21番手27、渡部俊樹選手、そしてゼッケン1番の清水健太選手がそのさらに後ろということになりますが、清水健太選手は56ポイントでランキングは第3位です。さあ、時刻も3時まもなく10分になろうとしています。 APG カップ第4戦、先ほどまでよりも若干雨足は弱くなってきましたが、ただ上空はまた少し暗くなってきています。さあ、どんな天気になってしまうんでしょうか。雨も心配です。18周の決勝戦、隊列が整っていればその後、スタートが切られます。ローリングもう一周。さあ、最後尾からガレージ茶畑清水健太、ランキング第3位56ポイントの清水健太は最後尾からこのシリーズ第4戦はスタートしなくてはなりません。
22台の車両が今ローリング、そして日照旗とともに決勝戦スタート。さあ1コーナー、ここは水しぶきは上がっていますが大丈夫、全車きれいに通過。オープニングラップ2コーナーから3コーナー、さあここでトップが一旦入れ替わります。かなりこの辺オープニングラップの3コーナー、おっと1台止まりました。3コーナー先のところ今1台止まっています。15番、ゼッケン15番の車両が止まりました。また23番の車両も止まっています。23番は下村渉です。15番砂田巻下村渉、下村最初はまだ再スタート切れません。さあ先頭24番、木下愛斗選手先頭。さあまた最終コーナーで1台スピンがあったんですが再スタート、最終コーナーのスピンは27でした。27番渡部選手が今スピン再スタートです。最後尾からスタートを切った1番の清水健太選手は現在16位。さあ間もなくトップが戻ります。24番の木下愛斗、29番高橋武則、清水隼人、細田希龍、白出壮太、高野康志、土下弘明、源平伊吹、羽生戸咲、清水翔吾といった順。11位には宮沢大輝が、12位で28番益子巧、13位30番の青柳孝明、14位37平川真子、15位1番清水健太です。トップは29番高橋武則に変わっています。ダマーレレーシング高橋武則がトップに立っている3周目。まもなく3周終了。さあ高橋武則選手先頭で3周終了です。高橋選手、木下選手、清水選手、細田選手、白手選手、高野選手、源平選手、土下選手、羽生戸選手、清水選手。そして今35番の三島雄大選手が通過。トップはすでにヘアピン。5位争いは25番の白出壮太と6番高野康の2人。さあこれで4周終了。54秒台のラップタイムです。さあこれで22台が通過です。23番下村渉選手。さあ先頭はこれで5周終了。1位と2位の差は少し開いて0秒7です。
たトップグループは今ダンロップヘアピンを通過中。さあ4番手5番手ここも差が縮まっています。細田希龍選手、高野選手、6周終了です。さあ4位争い、細田選手、高野選手、白出選手、その後ろ源平伊吹選手が第7位、8位羽生戸崎選手、9番手清水翔吾選手、10番手で土下選手、11位益子匠選手、12位青柳選手、13位に平川真子選手が上がり、14番手宮沢大地選手、15位清水健太選手。さあ4位争いです。6番の高野選手上がりましたか。しかしまたすぐ細田希龍選手がまた元のポジションに戻っています。さあ4位争いの3台、細田選手、高野選手、白出選手、4位争い。4番手5番手入れ替わっています。第4位には6番、高野康選手が上がり、1つ落としてしまった細田希龍選手。さあトップはこれで8周終了。ここに来まして初めて53秒台のラップタイムが出ているコース上、29番高橋武典、53秒965。終了。さて35番の三島雄太選手車両が今ストレートで止まりました。なお、ゼッケン35番の三島雄大選手リタイアです。35番三島雄大リタイアです。さあ、これで10周終了。1位と2位の差3秒です。さあ、残り8周。高橋武典、木下愛斗、清水隼人、高野康司、細田希龍、白出颯太、源平伊吹、羽生戸崎、益子匠、清水翔吾、土下座宏明、青柳孝明、平川真子、そして宮沢大樹、15位清水健太と続きます。トップは11周終了。
3位争い清水隼人高野康志、さらにそれになんとか加わっていきたい細田騎龍白でソーダです。また先ほどよりもちょっと雨が強くなってきた感じがするコース上です。トップがこれで12周終了。1位と2位の差は3秒4、そして3位争いが1コーナーに向かっていきました清水選手と高野選手、ゼッケン2番それからゼッケン6番です。3位争い、さあぐーんとヘアピンのところで3、4、5、6の差が縮まります。トップが13周終了。さあここが3位争い、6番の高野康志、森下レーシング高野康志が4位から3位に上がっています。清水隼人4番手、5番手細田騎龍、6番手白出颯太。さあ今ストレートから1コーナーは11位の土下選手、12番手30番青柳隆明選手、13位37番平川真子選手、14位宮沢大樹選手、15位の菅田真希選手。さあこれで14周終了。残り4周です。1位と2位の差は3秒3。さあ3、4、5、6位の4台が通過。70とそれから9番は8番手9番手ハブト選手、清水選手、マスコ選手。さあ1コーナーから2コーナーは8、9、10位の3台です。またひときわ雨が激しくなってきているコース上、ヘアピンの3位争い。さあヘアピン、雨がひどくなってきました。3位争いは高野選手、清水選手、細田選手、白出選手、さらにその後ろでは8、9、10位の3台、ハブト選手、清水選手、マスコ選手。さあ2位の木下愛斗選手が通過して、ここが3位争いの4台、7番細田騎龍が上がった。さあゼッケン7番細田騎龍が3番手に上がって通過1コーナー、そして8位争い、今ストレートから1コーナーです。3番手には7番細田騎龍が上がっています。その後ろ4番手で清水隼人選手、残りあと3周です。さあストレートに何か部品らしきものが落ちていたんですが大丈夫ですね。ひときわ雨が激しくなってきているコース上、まもなくトップです。さあ残り2周、残り2周です。1位と2位の差はやはり3秒5、そして3位争い、細田騎龍、清水隼人、白出颯太、高野康が6位で通過。8位争いは9番の清水選手、羽生選手、マスコ選手、1コーナー。
さあ最終コーナー、今1打スピン 再スタートです。この後トップが戻りますとファイナルラップになります。さあここでファイナルラップ、29番高橋貴則からファイナルラップ。1位と2位の差は3秒7。さあ3位争いの4台がストレート通過、あと1周。3位争い、そして8位争い、ここは9が前に来ました。清水翔吾、そして増子匠、羽生と先に変わっています。3位争いは細田騎龍。さあ激しい雨になっているコース上、3位争いはヘアピンを通過。そして間もなくトップの車両が最終コーナーのところから戻ります。さあ29番雨の中ラマレレシネ高橋武則からチェッカー、2番手木下愛斗。そして激しい3位争いを制するのは最終コーナーからゼッケン7番細田騎龍、4番手清水隼人、第5位白出颯太、6位高野康志、そして7番手限定伊吹、8位清水翔吾、9位増子匠、10位羽生と先、11位土下弘明、12位姿巻、13位青柳孝明、14位が平川真子、15位宮沢大輝、16位清水健太、17位加藤優太、18位が浅香樹希と、19位渡部俊樹、そして20位下村渡るといった順でチェッカーです。